この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。この辺りはもう探したか。まったく世話の焼けるガキだ。一つでは足りんか。この辺りか。これだけあれば十分だろう。よう。よう。こんにちは。
こんにちは。それでは。ザコがいるようだな。見事な木だな。ザコがいるようだな。クソガキめ、世話焼かせやがって。
何？バカな。変身だぞ。これがサイヤ人の力なのか。魔環交差砲。んっぽっ、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 なんということか。なぜあのガキが大猿に。完全に暴走していやがる。これではこちらの声など届くまい。とんでもないパワーだ。俺の攻撃は効いているのか。クソガキめ、これでどうだ。サイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。お腹空いてきたな。木の実ばかりじゃお腹いっぱいにならないよ。お肉食べたいな。ん？何かいい匂いがするぞ。でも、お肉なんてどうすればいいんだろう。お魚だったら釣りすればいいけど。